はい、皆さんこんにちは。谷繁ベースボールチャンネル、来たよ、俺の先週。久々です。久々です。でもね、俺の夏休みも大して回んなかったよね。去年よりもまた少なかったっていう。いい動画だと思ったんだけどな。まあ単純に谷繁が楽しんでるだけだからね。それがいいと思う。あんまり深みがないっていうところでね。まあでも懲りずにね、これはまあ俺の選手。これね、今日水戸に来てるんですよ、僕は。なぜ水戸に来てるかっていうところですね。水戸にですね、宍戸ヒルズっていうゴルフ場があるんですけど、まあそこで、実は関東ミッドアマチュアの関東決勝というね、これね、予選通るのもちょっと大変なこの試合なんですけども、まあこれ僕2年連続予選通過して、関東決勝に進出したんですけども、去年は、まあ3日目まで行って、まあ惜しくもじゃないな、あれ3日目大叩きして、帰りの車の中1時間半無音で帰りましたから。もうくったりと、なんでだろうっていう、ね、本当にね、試合に負けた後のようなね、そういう雰囲気で車の中で一人ゆっくりね、反省しながら、でも来年に向けてっていうような、ね、形で、で今年、まあ、予選通過して、予選通過もですね、これね、本当ね、場所によっては3オーバーとか4オーバー、まあ僕が取ったところ、通過したところは4オーバーまでだったんですけど、76、まあそこで通過して、で決勝に来て、で、3日間やる予定だったんですけど、実は、2日終わって、僕は初日78、2日目79、トータル157、3日まで進めるのが156、僕の上で線引かれました。まあちょっとこれね、またこうがっかりっていうか、まあ頑張ったんですけど、今年もこの先にはですね、日本ミッドっていう、日本ミッドアマチュアっていう、まあ、大会がさらにレベルの高いのがあるんですけど、まあそこにね、なんとかできたいなと思いながら今年もやったんですけど、ダメでした。で、今日本当はね、3日目に向けてみんなで、よし頑張ったか、もう一日頑張ろうっていうね、そういう食事会にする予定が、多分ね、俺だけじゃない、3日目進めなかったの。そうなんですね。そう、だからね、今日これから一緒に食事するメンバーの方たちはですね、その関東のトップアマメンバーですよ、皆さん。まあその方たちと一緒に食事をしながらワイワイして、僕はしょんぼりとしてそのまま帰りたいと思いますが、まあせっかくね、今日も3日目、これね、名前出すけど太田智樹っていうね、水戸の主がお店を取ってくれてたんで、まあちょっと一緒に食事しながら面白い話をね、多分みんなしてくれると思うんで、まあちょっと自分のある方は俺の選手見てください。萩野真理さんに、お邪魔して今から食事をするんですが、これ何を今日は出していただけるんですか。まあ、一応今日は太田さんに言われて、はい、まあ、お鍋とかお刺身とかさせていただきます、はい、ぜひね、はい、水戸に来られた時にはこれネットで出てるんで、萩野真理、はい、ぜひ検索して来てみてください。概要欄に、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここに概要欄出すんで、はい、ぜひね、はい、素敵な、はい、いや素敵な店ですよ。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。で、アルバイトのさゆりちゃん、さゆりさんです。よろしくお願いします。はい、すお願いします。これね、今日もうさっきね、一応もう前振りしたの。ああ、そうですか。そう、関東ミッドのね、はい、決勝に来て、はい、で、まあ、3日目まで行く予定だったのが、はい、俺だけ線引かれて、はい、
ね、3日目に行けず、はい、でも、まあ、今日はみんなでご飯食べるっていう約束してたから、はい、食べる俺は帰るっつって、はい、努力はしましたし明一頑張ったと思います、はい、ね、頑張ってきたんだけどなかなかね、はい、このね、ちょっと高弘、はい、このメンバー映してみて、そうこれね、これみんな3日目行くメンバーだから。なるほど。そうで俺が落ちたっていうのをみんななんかこう申し訳なさそうに顔を伏せるんだけど、その話に出ると、で一つ言えば去年も4人でこうしげさんと美味しく食べて佐川ちゃん、中村、ひめちゃん、そしてしげさん2日目スコアめちゃくちゃ良くて、はい、で俺だけもう戦死だで、そうですね、で朝ね、ゴルフ場行く時俺車に張り紙があるんだよね、あれ駐車禁止かなと思ったらみんなで一緒に下関行こうぜ谷重ですって、その話しちゃうんだよ、そこで朝からとそこで行けなかったの俺だけあの張り紙は大竹の家宝にしたよ違う社長室に額入ってる、そうそうそう野球でのプレッシャーには結構勝ったけど、はいはい、ゴルフのプレッシャーって何なのかな、これ教えてほしいよね、それはもう翔ちゃんが教えるしかないんじゃない、あ、翔ちゃん2回目、はい、前回ね、こんにちは、俺の夏休みで、はい、ここはね、これちょっとまあ紹介しますよ、はいはいはい、これね水戸の主です、太田さん、太田です、はい、はい、で今ね2日目終わって3位、うわ坂井さん、坂井です、はい、やっつけて、そうそう誰かを、そうそうね、その隣はい、僕はねいつもあの日本シャフトっていうメーカーあるんですけど、そこでお世話になってる石橋さんです、でその横2回目、翔ちゃん、はい、6連続ボギーなんで任せてくださいそれでも2オーバーだからね、で奥さん、はい、奥さん、はい、あ、2回目はい、で、一番向こう、あのね、これね、これね、これね、大金持ちの違う、違う違う、あのね、違うの、あの加藤っていうね、はい、ドラゴンズに今キャッチャーいるの、はいはいはい、あのロッテにトレードされて、はい、またドラゴンズに帰ってきたキャッチャーがいるんだけど、はい、の同級生、平野君、大学まで野球やってたの、え、平野君そうだっけ、そうだ、青山学院って言ってましたよね、そう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 、青学で野球やってた、野球やってました、へ、そう、あ、じゃあ井口さんとか、そうそう、先輩はね、あ、まあちょっと全然年は、え、だいぶ上だよね、井口なんでね、井口さんはかなり上です、なあ、あれ川越もそうでしょ、はい、川越俺の2つ下で、俺が3年1年の時だいぶ上だよ、ちょっとちょっとバッティングピッチャーまっすぐ来てみる、太田さんね、はい、甲子園出てますから大スターの一つ下で学校牛川っていうね、はい、超有名校で、はい、福島の、はいはい、その頃しげさんを見て芸能人を見るより、あ、谷しげだって呼び捨てしてすごい、いたよいたよ、本物いたよ、そうまあ一つ下です、え、2年生の時に出たの、2年3年です、2年3年、はい、だから俺が3年生の時に、そうです、2年生出た、はい、で試合出た、あ、違う、4打数3安打ですよ、マジで、マジで7割5分ですよ、俺甲子園打率、え、それ3年生何割ですか、俺何割だろう、俺3割、3割いくつだったの、俺7割5分、1回戦負けだけど試合そうで、ごめんね、ちょすぐ入ってきちゃうからで、その横がタックンつって2日間一緒に回ってくれた、はい、タックンショート、そうトリプルボギー打ちました、いやいや、それは別にトリプルボギー叩いても結局75で回ったからねいやらしいんだよ、いやらしいんだよ、そう、ゴルフやってる人ってやらしいんだよ、そう、笑い知らねえね、笑いがねめっちゃ最初厳しいです発言めっちゃ厳しいです、で、隣が、まあ、隣もね、プロみたいなもん、え、プロでしょ、いや、プロじゃ、救命士なんですよ、救急車もあるね、ハットリ君、ハットリ君だね、ハットリ君じゃなくて鈴木君、ハットリ君だから鈴木君、え、どこで救命士やってんの、ここはモバラの方です、へえ、その前はずっとそこら辺の管轄でずっと救命士、ずっと、もし何かあった際はモバラで何かあった際は鈴木君、そう、だからね、まあ、今1、2、3、4、5、6、7、8人いるでしょ、
俺だけだ。詰めようよ、そしたら。詰めようよ。俺だけ。うん、進化だ。これまた来年に向けて頑張んなきゃいけないんだよね。長いんだよ、この1年が。そうなんですよ。で、多分ね、みんなほぼ、あ、一人ちょっとギリギリかな。うん、日本ミッド。ちょっとね、バシ君がね、ちょっとギリギリかな。間に合わないですかね。いや、間に合うでしょ。間に合う、全然。じゃあパワープレイぐらいだったら間に合う。いやいや、何ですか。うん、まあ、終わればね。明日、張り紙はしてくれますか。え、明日、張り紙はしてくれますか。張り紙俺、今日帰っちゃうんだ。張り紙ないんだ。頑張れ。ゆっくりやる。長いっすね、1年。長い。また長いです。長った。なんだろうね、でも。シニアオープンもダメだったし。そうだね。まあまあ、でもちょっとずつね。はい、俺は。みんなみたいにそのゴルフのそのキャリアがさ、やっぱ短いからまだ、みんなとは。あれもうだってみんなあれだよ、40年やってんでしょ。そんなやってねえだろ。何だっけ、40年慎吾さん40年出てるっすよ。40年もいっちゃってますけど、40年、はい、あ、やりましょうよ、もう、はい、はい、飲み物みたいですか、はい、これちょっとメニューだってさ、一回と止めちゃってメニューだけ頼んできていいですか。俺バタバタってこう、もう全然全然、いや、鍋しか、もうあの、あとはもう明日頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、で、佐川ちゃん、はい、ちょっと頑張って優勝してほしいんだよね。そうですよ。一言もらえますか、ね、優勝です、はい、あの明日置き手紙はできないんですよ、はい、皆さん、ちなみに3年連続最終組ですから、彼はそう3度目の正直いきます。3度目の正直はい、いや、本当にね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、まあ乾杯。お疲れ様でした。どうも。お疲れ様でした。ローズね。ローズはもう。え、トムギってどこの野球ファンだったの？俺ファンないっすね。ないんだ。ないっすね。やっぱ野球してると、野球って見たくないじゃないですか。まあ、まあまあ分からないでもないね。小さい頃から家帰ったらほらジャイアンツしかやってないでしょ、うん、で野球見て、いや、つまんねえみたいな感じでね、うん、野球だから今もう見ないっすね。え、俺が入った頃の、うん、あ、それは見てますよ。俺が入った頃の太陽の選手って知ってる？多分知ってんの向こうの人たちだけど。斎藤さん、遠藤さん、おお、よく知ってんじゃん、うん、遠藤さん、あと、まあ、野村さん入ってたでしょ。野村弘樹ね、はい、俺の1個上だから、はい、あと、あれ屋敷さん、おう、うん、あの辺はだって見てましたもんね。まあ、みんな多分絶対知らない。いや、僕はもちろん、うん、分かるよ、その時代高根豊さんいたし、屋敷さんと最後ジャイアンツと春さんと、うん、まあ、まあ、スピン、いや、誰ですかね、すぐ荻野さんじゃ今、うん、チピンとかって言ったらそれ、僕の入る前ですから。え、ポコキンズ、あのチピンがね、五大悟の誰が言ってたんですよ。チピン、あ、今ジャイアンツじゃないの。あ、ギャレットね、ジャイアンツ。だから向こうの方は、向こうの人の方は、僕が入る前の外国人とか選手知ってるじゃないですか。知らないよ。いやいや、知ってるでしょ。今こそ巨人ファンじゃないの。巨人ファンだけど、水上さん、でも水上さん阪神ファンじゃないですか。違うんですか。え、なんでですか。山本浩二とかね。あ、そうなんですか。あれ、大谷さんも北別府よ。じゃあ、大谷さんヤクルト、ヤクルトですか。え、だから平野君は、うん、な、春とか知ってるっていうことは98年だから、そ、もうど、もっと前だよ、みんな知ってるの、うん、これやっぱあのパープルのゲームで、うん、あの OB 選手いっぱい出てくるんで、それで結構使ってそれね、うん。はい、ちなみに、しげさんの打率は何秒だったんですか。2割6分3ぐらい。でも、3割
一回ね、うん、ありますね。2006、ちゃうわ、96年生まれる前じゃない。いや、僕91年生まれです。あ、じゃあ、うんうん、いや5歳、5歳の時僕が本当野球始めて、うん、野球、まあ、8歳で始めたんで、はい、その頃からずっと横浜戦を続ければ必ず金城さんが入ってくるっていうのは、もう無礼にうまくなったね、本当に。金城さんいや、もう本当ですよ、重ねてすごいですねだけど、いい話を最初はちょこちょこでしたよね、 1年目とか2年目はね。そうだよ、ね、で、3年、4年ぐらいからずっと。いやいや、俺ね、レギュラー取ったのって 1,2,3,4,5,6,7、8年目だよ。え、そんな、もう8年目です、レギュラー取った。なんかすぐに、それまでは出たり、まあ出てたんだけど信頼されてないキャッチャーみたいな。信頼されてないだから、え、その時は誰だったんですか、正捕手は。なった時は監督は大谷さんで、キャッチャーは秋元さんっていうのがいたり、あと誰かいたかな、まあいたんですよ。あと石川さんっていうのもいて、原さんと同級生、東海大学から入って、はいはい、だから本当に1,2,3,4,5,6,7、ほんと8年目です。ほんとに取れたの。それ考えると長いですね、寿命が。バッティングセンターえらい長いですね、8年目からったら、26からと動いてるボールとか難しいもんね。佐々木さんと重さんってどっちが入団なんですか。これですよね、うん、これが1年目、はい。やっぱりあのセカンドのローズでしょ、やっぱりあれだけの外人いなかったよね。なかったよね、かっこいい、かっこいい、かっこいいローズ。あれ平野君、ローズはさ、あのなんつうのゲームでも打率高いんじゃないの。あれロバートローズ、うん、ロバートローズめちゃめちゃ高い、高いよね、あれね。アベレージヒッター、広角打法、長身値、特殊能力がいっぱいついてゴルフとき口聞かねえのに役に立ったの。今俺も思ったねえ、デブ喋んな昨日なんか、おいって言ったら先輩、なんて言ったと思う、ショートロール。いや打つ人いねえよ何でもモノマネしちゃう。でも帽子こうでもうやられちゃって、もう青木坂で持っちゃった。あ、これ出そう出そう、これ絶対出そう青木坂だ。マジ平野くんはイングルスポイントに飛行機で来るって噂だよ。そうですね、だってあれらしいですよ、離陸と着陸の方に時間がかかっちゃうらしいんだ。あれ、オスプレイは買ったの。オスプレイ買ってます。買ったんでしょ、オスプレイ。あの、直接降りるのにどこで買うんですかね。やっぱ平野くんあたりは買ってくんだわな。あれ買ってくんだよ。だってあのインスタグラムとかもすごいですもん、うん、僕なんかもう人の悪口とかあのハゲだとかあのスケベとかって載せてんのにもうクルーザーかなんかですもん。なんかバカンスかなんか味わっちゃった。冗談じゃないよな、こっちはランドクルーザーで精一杯だよ。お前本当はこっち持って喋ってんじゃん。平野君あれ本当はシシドの下の川まで船で来ようと思ったんでしょ朝。あの下の橋の下のあれ平野君の船だったら入れっからね。いやいや船舶免許は持ってないです。すごいよな、待って、何フィート？ 80 フィートか。クルーザー。船は本当に分かる。船は本当に。80フィートなんてグリーンでやったらどうなっちゃうんだよな。バス君、バス君、いや、バス君たまに面白いとこツボ入るよね。バスタ結構ツボが面白いですよ。なんか面白い、そうそうそう。バスタのツボって好きですよ、うん。急に笑い出す時あるじゃん。そうで今日サウナから2人で車乗ってたんですよ、夕方。うん、そしたら、うん、急に笑い出してどうしたんですかって言ったら、うん、お前昨日さ、太田さんの3オーバー、今年はスタートダッシュですね。かなりのロケットだ。もう今日でもあれじゃないですか、もう宇宙まで飛んでっちゃう。飛ばない。
なんでいつも80か83とかね、スタートね。83から日本ミート行ったってのは全記録で初らしいですよ。初日消しといて消しといて恥ずかしい。いやでも今日おととしもそうじゃない、そうじゃない、そうそうそうだよね。おととしは81、おととしが81から去年83、鈴鹿社の中ですか、ね、ちなみに去年なんで83って叩いたのかね。うるさいよ、ね、うるさいって。去年なんで叩いたんだろう、まあ、そうじゃん、もう今日だね。でも見ると名前が8期だったね。鳩山じゃん。そうそう、鳩山が初日。なんでだろう、7号忘れちゃった。しかも最後あもう全然対応できなくて、お手伝いすみません読み上げてくださいって言って91月その年の決勝大会のコースっていつぐらいに決まるんですか。直前ですか。いやいや、もう多分年明けぐらいにすぐ決まる。あ、そうなんですか。だから来年はいい方取って75だった。まだ分かんないけど、入れたいんだよね、日本ミットに。俺後に回って俺が回かない。小池さん今年ラウンド数がだいぶ少なかったので、後半ですよ。もうちょっと話してください。喋ってください。練習行かなくてもラウンドだけは減らさない方がいいですよね。頑張って頑張って。WBC もあったんで、なるほど。2月は、まああの辺からそうだし、もうシーズンもさ、その仕事の前に。ゴルフってあんまり入れないから、そしたらめっきり減って逆に仕事の各局が世代交代とかもあって、皆さんすごいありがたいことで谷繁さんをメインで使いたいっていう曲が多くて、実際ねやっぱり欲しい時いいんだけど、暑い時つらいですよね、この年になるのも。今年なんか特にそうですね。それでゴルフ終わって5時からスタジオ入ってて無理でしょ、きついね、めっちゃきついから、うん、リムラなんて終わったらもうサウナ入って寝れますもんね。おい、え、次に何します、ウーロン茶します、はい、ウーロン茶。ゴルフの競技が1年間終わったんで解禁します。今日だけね、唐揚げもうソースも何もつけないっすよ。えソースなんか後で、結構最近あの痩せましたっていうコメントが増えてきて心配のコメントだよな。この間古田さんの動画の時にさ、谷繁痩せすぎじゃね、大丈夫、ちょっと弁解してきました、あの、いや全然大丈夫至って健康です。え、アウナ部の本当に野球部なの。はい、同期がその加藤でキャッチャーで、1個下が吉田正尚が行って、1個上、杉本あのメジャーの、そうそうそう、そうなんだ。この間、ゴルフ、みんなで、あのその、ゆうたろう、杉本ゆうたろうさんと、僕と加藤と正尚で、あ、そう、杉本が1個上、1個上ですね、はい。じゃあ、ほら、吉田君ってさ、やっぱあれなの、ちょっとユニフォームハイウス、ハイウス。まあ大学の時からまあちょっとこの辺で、はい、そうなんだ。それまあそれちょっと思いましたけど、まあこの辺でそう。あ、そう。いやでもあいつの俺ちょうどドラフトの時に映像を見たの、はい、スカウトが持ってきた、すごかったよあいつ。最初大学入ってきた、でも高校3年の2月ぐらいからもう。あの合流するじゃないですか、入ってきた時にもうみんな一人ヤバいのいる、すげえよあいつで、監督ももうすぐ気に入って、もう本当同級生なんだ、一個下、あの一個下ですから吉田君が、はい、あいつ全日本に入ってて甲子園でさ、もうびっくりするようなライナーのホームランだったんで、あれは打球重そうかったですね。じゃあ平野君本当に俺ゴルフだけやっててさ、ただヘッドスライディングとかしたときないでしょ。あれ、できるか新しいボールなの。新球を使ってキャッチボールだったら、そんなお前金持ちいただけねえぞ。俺の選手水戸編、まあ以上になりますが、まあこういうそのゴルフ仲間とね、最近、ゴルフの時は
まあみんながこう受け入れてくれてるのかどうかはちょっとね微妙ですけど、まあこうやってねみんなで仲良く、やってる感じです。まあ来年に向けてね、ここはここで仕事はちゃんとしますし、はい、これはまあやっぱ緊張感がねやっぱあっていいんですよこれって競技がね、はい、まあ、ここはちょっと続けていきたいと思います。じゃあどうも皆さんありがとうございました。かかんねえか。先輩ご苦労さました。気をつけて長い道のり。気をつけてください。絶対電話してるからな、まあ、すいません、お休みモードにしておくんで。お気をつけて。じゃあマジありがとう。